使ってね。はい。でね、ちょっと小池さん、この汁をそこに。手袋してね。手袋してんだけど。なんか置いた方がいいですか、大きさ分かる。あ、ごめん、まだ食べない。山を崩さなくて、そして緑をいかに維持するか、そのためには皆様方の大きなお力添えが必要です。どうぞこれからもよろしくこの運動にご協力を賜りたいと思います。民謡とは違いましてね、踊りがとても激しいんです。そういう風に見ていただくと助かります。では皆さん、お待たせしました。はい、じゃあ民舞を学ぶ会、これから始めます。今何年頃には紫のマッサージ、この来ている、うまく焼けてる。撮ってるの、動いていいよ。あれビデオだから動いていいよ。撮ってます。お団子おいしい？おいしい？緊張してるの？よかった。そこのお嫁さんだと習字に来てたの、習字の先生。
ね、絶対物流で崩すことは絶対許せないということで、皆さんと一緒に、これからもね、今この物流を作るということで、環境影響評価書というのが出てますけども、これを絶対通せない、そういう運動をね、皆さんと一緒にこれからやって、ぜひこのいい里山をね、いつまでも残していきたい、そういうことでこれからもやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。いただきまして、隣の北照寺団地の大きさと比べてもどのくらいだろうなということを想像していただきたいと思います。それではお話しさせていただきます。事業化決定をいたしまして、現在八王子記念ビデオだよ。食料やら、それから用地に通る道路が川となって山入り川に流れ込み、雨水を飲み込めなくなった山入り川が氾濫したらどうなるのでしょうか。近隣に住んでいる私たちは逃げ場がありません。また下流に住んでいる方々も大変なことになります。申請され、区画水利組合の組合員さんで運営されるということで、いずれにしてもその東京都の基準を超えているということは両方とも同じでありますし、で川口物流拠点と多少違うところといえば、川口の方は土砂を切り崩して谷を埋める、しかしこの川町の事業は全くほとんど外から残土を持ち込むという、そこの違いがあります。半年間はナイターができない。おいしい焼き鳥、おいしい、そんな状況である。ですから全く、よかった。これ活動しているボランティアグループです。もう来るのも自由、来ないのも自由。皆さんが週月の2回、第2土曜日、それから第4日曜日に来て、そして、活動しています。そんなことは必要ありません。体力に応じて活動は、とにかく体一つで、来ていただければ楽しい、充実したひとときを過ごせると思います。運動しております。大鷹が映像をしているその地域に、映像をしていたその地域に物流拠点を作るんだという計画が浮上してもう10年以上経ちますけれども、私たちの運動で今なおこの天狗峰守られてまいりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。もう少し皆さん休んでてください。よろしくお願いします。はい、乾杯。動画です。どうぞ動いてください。あ、そうかそうか。もうじっとしてなくていいんです。来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
宝生寺団地の皆さん、こんにちは。これからはですね、モンゴルの代表する楽器、トーキンという楽器で、いくつかの曲を演奏したいと思います。フォークで、やらせていただきたいと思います。大鷹を見においでになった皆さん、大変申し訳なく思ってますが、一つそういうことでご容赦願いたいと思います。さて、毎年ね、皆さんと一緒に鷹を飛ばす前に、何か一つお話をさせていただいております。これが渡りというやつ。渡りというのは狩りの途中で獲物を追いかけて、はい、こういう風にね、ちょっと低く飛びましたね。あ、また行っちゃった。はい、また行っちゃった。はい、そしたらですね、稲田さん、ちょっとどっか遠くへ投げられる？ないよ。遠くへ投げる。あら。はい、じゃあまた呼んでください。Thank you.